徳田,徳田修正、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 男性。1872年2月1日、明治4年12月23日から1943年、昭和18年11月18日は、石川県金沢市生まれの小説家である。本名は末尾。1872年2月1日、明治4年12月23日、現在の金沢市。 横山町に、加賀藩が老横山氏の家臣徳田運平の第六子、三男として誕生。翌年の誕生日が、暦の変更のため来なかったこともあり、生涯誕生日は12月23日、年齢は数え年で通した。次元小説、光をお手によれば、運平は終生が三番目の妻竹の体内にある。うちから、生まれ落ちたら知り合いの農家へくれる約束をしてたが、 生まれた顔を見て思いとどまったという。明治維新後、実力交際で苦しい生計を立てていた、没落士族の場子として、宿命的に影の薄い生をこの世に受けた子供であり、4歳で成果を引き払って、あとは今日転々とし、また病弱であったため小学校へも学齢に1年遅れで入学しなければならなかった。随筆、思いずるままには、私は、 幼い自分から孤独であった。憂鬱の虫が体中にすくっていたと記されている。小学生時代、現在の金沢市立馬場小学校、一学年下に、泉京花がいたが、この時点では顔見知り程度であった。1888年、明治21年第四高等中学校に入学。この頃から、読書熱が高まり、翌年上級生から小説家になることを勧められ。 志す。学科では、英語と漢文が特に他に抜きんでていた。1891年、明治24年、父が死去したため、第四高等学校を中途退学。翌1892年、明治25年、友人の気流悠々と上京し尾崎公用の門を叩くが、玄関板の泉京花に不在を告げられて辞去。 郵送した原稿は、柿も青いうちはカラスも月不信仰、マウサズサフラフと書かれた編集を添えて変装された。悠々が副学のため帰郷した後は、大阪の長兄を頼るなど各地を転々とし、軍役所のコイン、新聞記者、英語教師などをしながら、半放老的生活を送った。修正、修正の筆名は、自由党機関士。 北陸自由新聞の編集をしていた頃の1893年、明治26年10月12日付式、修正録から使い始めた。1895年、明治28年、博文館の編集部に職を得、当時博文館に出入りしていた、泉教花の勧めで、紅葉の門下に入る。1896年、明治29年、 被差別部落出身の父子に取材した、矢部川氏を、文芸学部発表して、目覚ましそうの月表欄に取り上げられ、これが実質的諸女作となる。以来、泉京花、小栗風洋、柳川俊洋と共に、紅門の四天皇と称され、1900年、明治33年、読売新聞に連載した、雲の行方が出世作となる。しかし、 権有者の下作者的な傾向に沿わない地味で執実な作風であったため、四人のうちでは最も影の薄い存在であった。1902年、明治35年7月頃、手伝いに来ていた女性の娘の小沢浜と関係ができ、事実上の結婚生活が始まった、入籍は2年後。1903年、明治36年には、長男一保が誕生する。 同年小崎公用が死去すると、権有者もにわかに衰退をきたし、日露戦争後には、文学の新機運として、自然主義文学が台頭する中で、修正の文学的資質が、新文学の写実的な傾向と、相まって、本領を発揮してゆくこととなる。なお、1906年、明治39年4月末頃、修正の一家は、本郷森川町の住居に転居し、ここが、 生涯の住処となった。1908年、明治41年、以前住まいしていた小石川表町の近所の酒屋をモデルにした、中編、新世帯、荒除帯を国民新聞に連載し、自然主義への具体的な作風転換の第一作となる。また、1908年、明治41年間の短編集、修正集に、初集の、八分。 超圧歴、犠牲、絶望、裏の家、二郎場、1909年、明治42年の短編集、出産に収められた、北国産、四十女、日向ぼっこ、晩酌、大祭術、リボン及び表題作などの著作によって、短編作家としての実力を示し、自然主義の一角に地方を占める。野口藤夫が、登場と呼び、松本徹が、 作奏する時間と評した時間の巻き戻しの頻繁な聞きえ独特の文章はこの頃から見られるようになる。1910年、明治43年には妻は真をモデルに新州の田舎から上京した娘が様々な成り行きを経て婚家を飛び出すまでを描いた即席を読売新聞に連載。1911年、明治44年には 結婚に至るまでの経過とその後の無気力な生活に罪を得た詩小説カビを夏目漱石の水盤により東京朝日新聞に連載する。この二作は終生の生涯における傑作であったのにもかかわらず、その執筆当時においては差したる反響を呼び起こすに至らなかったが、翌明治十五年一月にカビが新潮社より単行本化される早稲田文学。 新朝史等が、盛んに書評や特集で取り上げ世評が高まり、中世は初めてと言っていいほどの分断的成功を収める。それを覆う形で、圧石も、単行本化と共に評価され、この二長編によって、島崎藤村、田山片平と共に、自然主義文学の担い手として、格好たる地位を築いた。短編においても、老が、種、嫁、指輪、 1909年、明治42年、死後、二人、山の手、新店、1910年、明治43年、ある夜、眼薬、出京、下宿屋、1911年、地44年、脇道、体、むくろ、あいびき、あひびき、涙、1912年、明治45年など優れた作品を次々と発表し、その冷静な観察とリアリズムは、 常本な庶民の日常を、霊障もせねば、さしたる感激もなく世相の一端を切りとつて、じっと腰を据えて見ることによって、裸型の真実を示している。幾多長考は評論、徳田修正の小説において、修正の自然主義を、作者の本来の性格に深い根差しを置いているとして、生まれたる自然派と評した。自然主義文学運動が収束し、 大正時代に入ってからも、1913年、大正2年の中編、乱、ただれにおいて見受けされた一遊女の愛欲の生活を、1915年、大正4年の長編、荒くれでは、ほんのおままに、男から男へと渡り歩く価値気な女の反省を、描き、自然主義的作風の絶頂を示した。こうした、姿勢に生きる庶民の姿を、女性の生き方に焦点を当てて描く、 いわゆる、ルテン小説によって、女性を描くことに長けた作家という評価も生まれた。川端康成は、中世の自然主義の道は、明治41年、中世三37歳の新世帯に開け、43年から大正2年の足跡、カビ、卵で峠に達し、大正4年の荒くれでまた新たな頂きを極めたと見られると述べている。一方、 1908年、明治41年の新卒以来、数多くの詩小説の短編を発表しているが、明治40年代から大正年間にかけての短編小説では、客観小説の方に優れた作品が多いとされる。大正初期の主な短編作品には、馴染みの家、別室、衝突、1912年、大正元年、痛み、旅の底、絶縁、 1913年、大正二年、罠七き、との女、密会。1914年、大正年、女。1915年、大正四年などがある。吉田誠一は、カビ敏後、乱に前後し、荒くれに至る、時期の短編は、彼の短編作家としての技量の、ますます咲いてきたことを語っていと述べている。中でも、将棋に相手にされずその仕返しをする老人を描いた。 大正2年の旅の底は一つの句でも真実の命のないもしくは意義のこもらぬものがないとも言えるほど無駄のない技巧を持ちつ完成度を示すものとして第一に指折られる。その後も本流1915年から1916年大正5年、いずこまで1920年大正9年などルテン小説の経符につながる長編小説や 彼女と少年、1917年、大正6年、アルバイ商婦の話、青白い月、共に、大正9年、復讐、1921年、大正10年などの後短編を執筆し、大正9年11月には分断における他年の功績により、田山家隊、徳田修正誕生50年記念祝会が催された。しかしその一方で、1917年、 大正六年以降多くの通俗小説を書き散らすようになっており、純文学の分野ではやや主観した新境小説が目立ち、文学的には中だるみの時期に入ったとも言われる。もっともこの時期の仕事量を見ると、例えば1921年、大正十年には長編小説の連載を同時に四本も抱え、一つを終えると間を置かず次の連載依頼が来るといった具合であり、 また、大正中期から昭和初年にかけて量産した通俗小説の中には、映画化、劇化されたものも少なからずあり、当時勃興期を迎えた大衆小説の流行作家、人気作家という側面が近年重要視されつつある。こうした乱作の中にあっても、大正末期には、客観小説のおなとお島の立場、九百二十三年、大正十二年、 社長夫婦の死、1924年、大正13年、私小説の、花が咲く、黒桶、共に1924、大正13年などの優れた短編を発表し、特に最後の二編について、主観の窓開くと言いたいようなこの明かりが差し始めたと、広津和夫が表したような演塾の境地を示している。1926年、大正15年1月2日、妻は、 まが、脳一血で休止する。その2年前の1924年、大正13年から秋声に手紙を出して、以降時折出入りしていた山田純子は、不印をお聞きつけ、秋田県から急ぎ上京し、修生の愛人として、徳だけに入り込みジャーナリズムを賑わしたのみか。修生は、元の江台などの、淳子者と呼ばれる短編群で、その上のありさまを、蓄的に書き続け、 世間の後期の目を集めた。しかし、派手な話題が続き、死体が晒され、しかも純子への悪き声の不当な買いかぶりをが安全に、すると、次第に京ざめし、避難の声も高まっていった。修正は当初は、年が離れすぎているため結婚は考えていないと、表明していたが純子が家出をするようになると、逆上して、脳貧血まで起こすほどとなり、正式結婚まで考えたが、純子は、 自らの字の手術をした医師や、境内の学生、修正の長男、一保の友人らとの浮き名を流すなど、曲折の末に、勝本誠一郎と恋愛に陥り、1927年、昭和2年修正との正式結婚の直前に、勝本の元へ走った。その後一時期よりを戻すが、同年の大晦日、純子は、修正宅から追い出され、翌1928年、 昭和3年1月2日、藤間静江の仲介により関係に、一応の終止符が打たれた。ただし、以後もしばらく断続的に関係は続いた。それ以後しばらく作家活動は低迷し、プロレタリア文学やモダニズム文学の流星も相まって、1930年、昭和5年からはほとんど作品発表の場すらない状態が続き、ダンスを習い、ホールに出入りするようになる。 1931年、昭和6年夏には、小石川白山の芸者、小林正子、祝図のモデルを知る。修正は後年、この低迷期を芸術の方面でも影が薄くなっていたが、立て直しの工作は容易ではなかった。彼は彼自身のボロボロになった自然主義から立て直さなければならなかったと振り弁っている。こうした境遇の飽き声を励ますため、1932年、 昭和7年5月には、室尾再生、中村村を、伊ぶ瀬ま次、船橋誠一、尾崎志郎、安倍智次、坂木山淳、奈良崎津と村が、修正会を結成し、同年7月に、修正会帰還し、荒暮れを創刊。同年秋には、島崎東村の提唱で、徳田修正講演会が組織され、色紙短冊の議演を行うなど、手厚い講演が行われた。 満州事変、1931年、昭和6年後、関係の弾圧などもあり、プロレタリア文学運動は、退庁し、1933年、昭和8年には、行動、文芸、文学会等の文芸師が創刊されるなど、文芸復興の声が高まった。こうした機運の後押しもあり、昭和8年、新編の人たちの詩を描いた、町の踊り場、和解。 死に親しむの三つの短編を発表する。川端康成が文芸辞表で街の踊り場を自ら悟りのありがたさが感じられる。努力よりも怠惰の妙味であろう。ゆえ知らず頭の下がると称賛するなど、これらの作品が好評で迎えられたことで、修生は文学的復活を果たし、以後の充実した創作活動へと結実していくことになる。なお、若いは、 修正宅の敷地内に建築したばかりの富士ハウスというアパートで教科の実定の泉社庭、1880年から1933年が病死したことがきっかけで、かつて長編、カビの中の小崎紅葉に関する表現をめぐり疎遠になっていた教科との間に、一応の和解が成立したことを書いた作品である。その後も、金古章は、一つの好み、一系の花、 以上1934年、昭和9年、彼女たちの身の上、チビの魂、勲章、以上1935年、昭和10年など、晩年の実りを示す、高短編を立て続けに発表する。昭和10年には、島崎東村、正宗白鳥らと共に日本ペンクラブの設立に参加した。1936年、昭和11年4月、 首動脈中草炎で倒れ一時は生死を危ぶまれるが7月には健康を回復して執筆を再開。同年短編集勲章が第二回文芸婚は解章を受賞。1935年7月から1938年昭和13年8月まで経済往来に断続的に連載し完結した長編仮想人物は 純小物の集大成であり、後期の代表作とされる、第1回、菊池博史賞受賞。1937年、昭和12年には、短編、ノラもの戦時風景を発表、同年6月、帝国芸術委員会員になる。1938年、昭和13年1月から12月には、自伝的長編、光をお手を、夫人の共に連載する。 1941年昭和16年に1月発表の喰らわれた芸術が最後の短編小説となった。1941年昭和16年6月50年にわたる修正文学の集大成とも言うべき最後の長編縮図を都新聞に連載したが芸者の世界を描いていたために情報局から次局から好ましくないという干渉を受け、 八十回で作品を中絶、その後も続きが書かれることなく、未完に終わった。1943年、昭和十八年十一月十八日、太平洋戦争の敗色が濃くなる中、六幕岩により、本郷区森川町、現、文京区本郷の自宅で死去。改名は、特号院文書修正故事。丸括弧内は、書出指名と掲載年末。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。